はようございます。もう3日目ですね。もう早いですね。もう皆さんすごい飢え渇いてるから教えしやすいのでありがとうございますね。教会始まった頃、もう日本語ばっかりでやってましたですね。もう最初の二十何年間日本語、もう全て日本語けど、もう10年ぐらい前からやはり英語を使って通訳の時が多かったんですね。なぜかそれ、まあ横浜かわからないけど若者が来るんですね。やっぱりその英語をで、私英語が上手のでもう一生懸命やはり英語でメッセージをして、で通訳立つようにしてね。まあ時々変ですけど、私日本語でやって、で隣で日本人の顔をやってる人英語でやるんですね。それが私にとって楽しいですね。まあそれがいいことですが、若者が来るけど、それ同時にたくさん外人も来るんですね。まあ外人来ていけないわけないけれども、けど今ちょっと悩んでるんですね。もっと日本人が増えるように教会やりたいですねと。まあどうしてそう言ってれば、これ次の時間のレッスンの中ですけど、私たちが余裕が必要ですね。やはり今年にやってる方法とやはり来年と違うかもしれない。でそれがフレキシブルにいけるようにとても大事だなと思うんですね。まあそれ言ってると面白いエピソードをしますね。私日本に来て教会が始まりましたですね。でどんどん人が救われたと。最初の結婚式、教会の2人で出会って結婚するようになりましたですね。そしてもう一生懸命英語、日本語の、ね、新婦入場、新婦入場、新婦入場と、でリハーサルやって、もうここで花婿さんがここで立ってるわけですね。で彼女が教会の借りた教会の後ろから入ったと、まあ、これリハーサルで聞いてくださいね。新婦入場、新婦入場と言っちゃったのは妊婦入場です。で彼女がと言ったんですねとか、まあそのようなこと、いやだから今でも結婚式もう何十回やったことあるけど、必ず新婦入場、新婦入場ね。一回お葬式の始まりが、これから結婚式が始めますと言ったと、みんながけど、そのおかげでちょっと暗いお葬式ではなかった、よかったですね。まあクリスチャンだったら、まあ花もこの行きますねとか上手に使える。まあ今日のジョークと今日のメッセージ全然つながりないですね。本当ジョークとメッセージつながったらいいですけどね。今一生懸命考えてどんなふうにつながるか。まあ今日デボーションでいきたいですけれども、拡大っていうテーマが、まあ、私の中すごい来ています。です不思議ですね。このコロナに入ってからもう引いてしまうポスチャーね、立場多いですね。まあいかんせただ続けるように努力しましょうですね。だからただ頑張って忍耐を持ってということですね、多いですが、けど今年に入ってから、もう去年の秋からですね、もう神様、私の中で今こそ拡大の時期ですよ。で教会とクリスチャン、私たちがみんなより先頭で走る必要があるんですね。今全国がこうなってる、だから今こそ私たちの前に行くチャンスですということを感じてます。でそれ自分の中ですっごい、まあ、もちろん興奮してきましたですね。まあ、今年も開拓もう一つすることを決めました。そして、まあ、来年再来年ぐらいで東京もう一つ作ろうとか、いろんなやはり計画もう神様導かれていますですね。だから今この最初このコロナでただなんとかなんとか、けどそうじゃなくて前向きでいくようにすごい感じてます。だから
今日そのことを皆さんとちょっと話していきたいですね。拡大というテーマで、ヨシュアという人物から一緒に見てみたいと思いますね。知恵はもう神様がやっぱり聖書からいっぱい教えてくださるんですね。だから皆さんも聖書の解釈のやり方、多分神学のだからね、勉強してると思うんですけれども、このヨシュア記を読むと、もう特にテーマは拡大ですね。このイスラエルがこれから約束地に入るんです。で、復習するために、皆さん大学とか高校と中学ぐらいでね、よくエジプトのこと勉強したでしょうね。でエジプト考えるとピラミッドとかそのようなところで、けどもちろん私たちクリスチャン、エジプト考えると一番最初考えるのはパロ、そしてイスラエル人で、イスラエル人が400年間そこで奴隷の生活をやりました。でやっとモーセが彼らがこのアラノを連れて行けたんですね。昨日のカラブの話やったので皆さんよく知ってるんですけれども、けどこの一番目標はやはりその約束国に入るように、もう最初昨日話したように2年間ぐらいで入るべきだったんですけれども、けど逆に40年間かかりました。そしてとうとう彼らがその時期ですね、これから入りますというところですね。でそこが一緒に見てみたいと思うんですね。このヨシュア記がゆっくり勉強、私今教会の中でこれ ずっとやってますけれども、もうやはりこの拡大のための準備というメッセージ今日やりたいと思います。ヨシュアの一章の一節ですけれども、主のしもべモーセの死後、主はモーセの何ですか、従う者ヨシュアですね、ヨシュアにつけられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民はみんな立ってこのヨルデン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けと言ったんですね。今日そこからスタートしていきたいと思います。聖書の勉強している方々に一つ大事な季節、秘密を、秘密じゃない、原則を教えたいですね。聖書を勉強すると、一つの大事な考え方あるんですね。これ英語ですけれども、Pivot、P-I-V-O-T って言うんですね。Pivot。で、Pivot の意味は、私今ここで歩いてるけれども、ここで止まってこっちに行くんですね。バスケットボールやってる人分かるんですね。そのバスケットボールいつも Pivot。日本語でそう言ってるか分からないけど、この足が踏んで、そして自分体が、もうすごい大事な、バスケットボールやった子たちが分かるんですね。それ練習するんですね。こっち行ってパス、こっち行ってパス、ピボットパスというんですね。だからここの今読んだところが聖書の中でピボットです。でこのようなピボットが出てくると、私たちが聖書を解釈しようと思っている人たち止まらないといけないんですね。ヨシュアに言ったんですね。モーセが死んだ、お前がこれから行けというんですね。だからそれが私たち止まってゆっくり見るべきですね。このピボットという原則が聖書の解釈の一つのやり方ですね。モーセが死にました。だからこのピボットというところはある面でリブートのところですね。新しい新鮮なスタートですね。コンピューターがいろんなトラブルがあるとリブートするでしょ。だからここでヨシュア、今までやった方法はあったんですけれども、ある面でそれは終わりました、ね、今まで 悪かったと言ってないよ。けどもこれから、先ほど言ったようにこのフレキシブル、シュッ、新しい時になりましたですね。そしてもう私たちが今日そこからスタートしていきたいと思いますね。この一節の、三節です。私がモーセに約束した通りに、あなた方が足がその踏ん、それ踏むところが、それが全てにあなた方に与えようとしていますですね。
まず、昨日ちょっと話したんですけれども、このビジョンということですね。このビジョンが新しくちょっとなってるんですね。新しくなってるということだけじゃなく、やっぱり前のビジョンと全く同じですけれども、ヨシュアの中でこれが今モーセのビジョンではない、自分のビジョンとなりました。気をつけて、ビジョンは一緒けど、今までモーセのビジョンだったけど、今度ヨシュアのビジョンとなりました。この、一番月曜日話したんですけれども、気をつけて、私のビジョンとよく言うんですね。 What is your vision? とかで、気をつけて、もちろんビジョン持つの大事けど、このビジョンは神様のビジョンかどうか、それは大事ですね。でこれがヨシュアがビジョンが与えられました。コロナ前の年ですね、2019年だから2018年ですね。私たちの梶川先生とよくジェリー先生もみんな一緒に入っているこの JPF というグループがあるんですね。でその大会に毎年ですね、浜松の方で大会開くんですね。でその年読んだ先生がシンガポールの牧師シーワード、シーワード先生呼びましたですね。でシーワード先生、私と同じ年齢ぐらい、すごい器だですね。もう彼がもう本当全世界で何千教会を全部、もちろん自分でやったわけじゃないけど、彼の応援か導きとか、彼がそのグループが教会作ってるんですね。で彼が日本に来て、で彼が州がシンガポール、私だけじゃなくてローレンス・クワング先生、いろんな先生と一緒に日本で選挙するように導かれています。だから今 Love Singapore というグループが集まって、でそれぞれの教会がどこでスタートするか、でそれが本当今それに向かってるんですけどね。でそれ先生がもうその日本人の牧師の前でこのようにやりますと言った、みんなすっごい喜んでたんですね。アメリカとかヨーロッパの宣教師が多いですけれども、けど同じアジア、新しい言葉を作りました、同じアジア、特に多分アジアの中で一番似てる場所が、日本と似てるところはシンガポールですね。やっぱり忙しいし、ビジネスとかもうお金とか、そのようなすごい優れてるところですね。そのところから日本に行って、日本人と手をつないで教会を作りたいと、もう喜んでた。もうこれからすごい先生のビジョン、みんなアーメンと言ったんね。で2週間後、その先生がブラジルの自分のそっちの教会の皆さん会いに行った時で、交通事故で死んでしまいました。はあ、もうもちろん私たちショックだった、もうこの教会もっとショックだったんですね。で、あのビジョンこれからならないなと思って、けど私感動したのはですね、数ヶ月後ですね、それを2月3月先生が死んだ夏ですね、6月の7月ぐらいですね、その息子さんジェレミー先生、そしてローレンス・コンさん、いろんな先生が日本に来たんですね。この北海道も来てたんですよ。で私たちがそのビジョンが成就します、ね、お父さんのビジョンじゃないから、神のビジョンですと。ほんでもうこのコロナなったのに、1月私その水和先生の息子さんが送ってた宣教師たちの東京の上野の教会の開拓のビルの剣道式に行きましたですね。で彼らがこの 1,2 年の間にもう本当日本で7つぐらいの教会始まるというチームを全部組んでる、今ビザを待ってるけど、やっと昨日ドアが開いたんですね。昨日の新聞を読んだ人が、やっと日本に人が入る、ちゃんとのビザある人たちが入れるので、どうしてそれ言ってるのは、私がやはりこの御言葉をいただいた時、その先生たちにそれ伝えたんですね。やはりあのビジョンは誰々さん、シーワード先生のビジョンじゃなくて神のビジョンですね。
で、モーセが死んだけど、ビジョンが死んでいません、ね、それを覚えてください。時々若いリーダーが自分何かビジョンを作らなくちゃと考えてるんですね。けどちょっと止まって、もしかしたらそのビジョンはっきりも与えられてるかもしれない、ね、それを覚えて今日行きたい。まずで、それでこのピボットに戻りますけど、モーセが死んだ、でここを言ったんですね、立ち上がりなさい、英語で Now Arise。 これが大事なポイントですね。これ皆さんね、聖書を勉強しているグリシャ語でカイロスというんですね。カイロス、今この時です、今です、ね、もう500年間待ってますでしょ。500年ぐらいでしょうね、アブラハム最初その約束もらって、でその後で400年間イジプトに行ったけど、今立ち上がりなさい。もうすごいそれ興奮するんですね。だから私がまあ予言とは言いたくないけど、すっごい自分の中で今興奮しているのは、神様今ね、スペイン語ほらほらなんていう、アウラアウラね、私もうアオラと言いたいです。ほらアオラですよ、はい、やめます、はい。とにかく続けましょう。立ち上がりなさい。で、神のビジョンと、でこのことはすごい大事ですね。私がもうあなたのお父さんモーセと一緒に行ったように、一緒にいてたように、私あなたと共に行きますですね。で、そこでこのような表現いっぱい出てきます。一緒に声を出して読んでください。はい、あなたの一生の間、誰一人通してあなたの前に立てる。はい、もうですからこの言葉ですね、これがやっぱり拡大をするために、もう一度ですね、神のビジョン、けどその神のビジョンのあたりやっぱりこれが必要ですね。神を信頼することです。もうこれ本当聖書のストーリーの中でずっと続けていくわけですね。アダムとエボを罪を犯した理由は、神を信頼してない、自分を信頼してね、そこから最初の罪ですね。最初の罪はただのプライドじゃないよ、神に頼ってない。今でも人間の一番の問題はこのことですね、自分の力でやる。クリスチャンでも戦いますよ。ですから神様、やっぱり話してた昨日ね、そのキーとサクセスね、そのキーはやっぱりこの関係ですね、信頼関係ずっと持っている必要ですね。じゃあ五節、今読みましたですね、はい、これですね、六節も読みましょう。はい、この表現何回も出てくるの、聖書の中でそれか線を引いたらいいですね。はい、強くあれ、惜しくあれ、あなたは私が立ちなさいたよ。はい、もうこの言葉よく私たち言うんですね、強くあれ、惜しくあれって言うんですね。で、実はこの一章の中で4回出てくるんですね。で、聖書の勉強者皆さん分かってるね、何回同じような表現が出るとやっぱりそれが大切、どうしてそれが出てるのは、で、この出てるのは特にこの英語といえば courage、 いいですね、 courage。 で、 courage、 まあ日本語で勇気、もう惜しくあれとかね、勇気っていうことですね。で、courage が英語で cur は英語のフランス語から取ってるんですね。で、cur は心、自分自身立て上げてるんですね。だから自分の中で強いですと。で、これ気をつけてください。私が特に私の癖かもしれない、私励ますすること大好きですね。 You can do it、 頑張れ、やれやれ、フレーフレーとか、そのようなやるタイプですね。で、もう体大きいし声も大きいしとか、性格も強いので、みんなもうことせてそう言ったらやるぞ、けどそれ何にもならないんですよ。
ね、それがただの人間から来るカレッジですね。まあ、悪いわけではない。けどここを大切のは神様のある面でもう彼の心の中で4回ほど言ってるんですね。ヨシュア、モーセが死んだ。彼がもうやはり悩んだと思うんですね。だってモーセじゃん。だって公開開いたモーセじゃん。だってヨシュアもう全部それ見た。シナイ山行って書いて顔が見られないほど神の栄光輝いたモーセんだ。あの人が亡くなった後リードしないといけないのは私だ。わかりますか、ね、彼があの時20何歳じゃないんですよ。80近いですね。だから若くてアホではないですね。25歳私時の話だですね。彼そうじゃないんですね。この人たちを導くのはどれほど大変だよく分かった。80歳多分ちょっとリタイアしたいんじゃと思ったんだね。けど神様はもうこれ4回神様が encourage、 これ聞いて en がそれが in の意味ですね。心に神様がそのCourage 入れてくださってというのは賜物だった。賜物だった。まあもちろん自分にエンカレージする時もある。ダビデそう言ったんですね。私の魂がすごい落ち込んでた。けど英語の聖書、But I encouraged myself。自分に自分をエンカレージしました。けどそれ忘れないで。I encouraged myself in the Lord.主に励まされました。これはただの今現在ポジティブ・ティンキングとかもう不可のことはないですとかそれだけじゃなくてね、やはり神の中で不可のことはないです。クリストがいるから私何でもできます。けどその条件が神様がいるということので、そこが勇気が来るわけなんですね。アメンですか。でよし続けていきますけれども、7節同じような言葉出てくるけど、ちょっと皆さん声出して読んでくださいますか。どうぞ。はい、はい、お、じゃあ次も読むでね。はい、8節も。はい、まあ、多分皆さんこれ暗記しているんですね。これも賛美もあるし、よく私たちが大きくあれもう強くあれとかね、もう何をやっても成功しますとか、昼も夜も御言葉はいつも頭の中にいますね。いや、これ暗記すべきですね。大きくなあれということだけじゃなくて、やはりその後で従順という表現もよく出てきますですね。従順、ただできるよできるよできるよじゃなくて、やはりその時にちゃんと聖書を出して、神様の way ちゃんと入ってる、神様のやり方従います。そして昼も夜ももういつもそれを考えるべき。そしてその右に行きそうだったもう一度すぐ道に戻るということがとても大切ですね。なぜか成功すると書いてあるんですね。で成功するためにこの2つの言葉が必要ですね。従順と品性。品性ですね。もう本当この聖書に書いた通りに続けていくと、皆さん自分がどれほど賜物があってなくて関係ないですよ。やはりこの従順そして品性がある人が成功します。私この年ですね、で私やはり長年いろんな教会を見ているんですね。ほんで何十年前のあの人を見て、今その人すごいリーダーになっていると驚いている人多いですよ。そんなに見るとそのカリスマ性とかすごいビジネスマンみたいとかじゃなく、そんなにハンサムとかじゃなくて、
ただ忠実に御言葉を大切にして人を愛して、でそのような人がもう本当素晴らしい器になるんですね。なんか皆さんそれで目指してください。やはり特にね、私そのカリスマ性がある人たち、あのようになりたいなと。それよりですね、本当品性深いリーダーもいて、その人みたいになりたいなと考えてください。はい、そしてまあとうとうですね、印象読んで4回書いてあるんですね。神様が courage あげた、courage あげた、courage あげた。で、もう多分ヨシュア、すごいやる気が来ていましたですね。で、けどその最初、私今週これもう一度読んだ、びっくりした、この10節を読んだとですね、じゃあ取りに行きましょうと行く前に、実際的なことを言うんですね。この10節11節に書いてあるんですね。その食事をですね、食べ物を集まりましょう、実際的な準備をしなさいとか、もう3日後私たち行きますので、けどまずですね、私たちがその11節の必要なプロビジョン、備えが必要です。私がこれで皆さん、準備が大事です。実際的な準備が大事ですね。やはり後で戦って始まってたら、まだ準備してなかったらやはり止まるんですね。だからこれ何と言いたいのは、自分の人生よく見てください、ね、まだあれが準備してない、まあ、ちょっとちっちゃい隅ですね、まあ、夫婦仲悪いけど別々いいですとか、まあ、この許してない人がいるのか別いいですとか、けどやはり戦いが始まったら、あのようなちっちゃいものが大きくなって、そしてその戦いの邪魔となっていきますので、だからこのヨシュアがもうきちんと始まる前に準備しましょう。でイエス様はそう言ったんですね。戦いに行く前に、ね、相手どれほど強いかどうかよく見てごらんなさいと。ビル何か建てようとする前にちゃんと最後までできるかどうかとか、イエス様は言ったでしょうね。だから時々私たちクリスチャン何でも信仰ということですね。けどその信仰と実際両方必要です。モーセ、ヨシュアはそうやってました。でそのまあそれできました。でそのヨシュアが一番最初言ったのは12節ですけれども、ルーバン人とかガード人とかマナッサの半分の人たちに行きましたですね。そして彼らに言ったんですね、もうモーセに約束したことを覚えてください。覚えてますか？やはり今地図あったらいいけれども、カナンがヨルダン川のこっち側ですね。今彼が立っているところが、実はもうその土地も全部取ってたんですね。戦いがあって、でそれが町もあったし、だからそこでこの3つの部族がそこに住むように決めました、ね、だからある面で彼らがやったできましたね、お前らどうぞ、私たちができたんですね。けどここで素晴らしいポイントが、彼らそう考えてない。やはりこの約束国が自分とそんなに関係ないかもしれない、自分の場所ができた、けどやはり自分だけじゃなくて、このビジョンが最後までいくのは協力しますと。でそれが私たちこの準備する時でね、これ特に今ですね、いろんな教会から来てる人がいますですね。自分の教会が結構いいかもしれないですね。でその教会にもうそこでリラックスして、神の働きができるんだ、そしてまあ十分人がいるし、人のケアができるとか、まあその地域の伝道もちろん続けるけど、神様はそうじゃなくて、ただ自分の場所だけじゃなくて、やはりこの聖書の考えがいつも立ち上がりなさい、次の町を見なさい、次の国を考えなさい、それがクリスチャンのリーダーの一つですね。もう止まって十分だと考えてはいけないですね。だからヨシュアがもう国民の皆さん一緒に続けていきましょうと言ったんですね。だから参加しましょう。やはりこの準備拡大するためにみんな参加しましょう、ね、今回私ここに来て
まあ、私、まあ、これ言うと忙しい人ですよね。あのアジアあちこちでやってるとか、自分の教会いっぱいあるし、まあ、皆さんと同じ、私も神学の勉強も今やってるんですね。私のアメリカの神学でオンラインでやっているんですね。この年なのにね、とか、まあ、とにかく忙しいですね。だから自分の中で十分やってるんだ、私が自分の部族をちゃんとやってるんだと、ね、神様、何を言ってるの。大切のはあなたとあなたのエブリデーションだけじゃなくて、もうだからここに来てる一つですね。神様が自分とそんなに直接つながりがない方々かもしれないけれども、一緒にやってるよと、それが皆さんに伝えたいです。一緒にやってるよ、ね、私昨日みんなどこから来たと、梶川先生から来た、いろんな宗派から来てるんですね。同じクリスチャンですけど、私それを見て嬉しかったんですね。もうバプティストからペンティコステルまでとか、いろんなグループが来てるんですね。ミャンマーとかペルーとか、あのブラジルとか、ハレルヤ。私たちがただ自分の国ではなくて、神の約束の国が一緒に取りましょうということが参加したいと思います。はい、2章に入ります。もうもう一度言いますけどね、もう勇気が来てるんです。備えもできてます。そしてもう一つはやはり参加者がちゃんとみんな一致を持ってやりましょう。けど最初やったのはエリコに行って戦ったんじゃなくて、スパイを送りましたですね。だから2章に入ったら、もう2章のストーリー全部そのスパイの話が出てくるんですけれども、もうヨシュアが自分もスパイだったんですね。だからそのことを覚えてたんですね。どうしてこれ出しているのは、やはりこれが必要ですね。情報。私がいつも自分のリーダーと、まあ、自分の子供たち小さい時いつも言ったんですね。Information is your friend。情報を知れば知るほどそれがあなたの友ですよ。情報は友達です。やはりただ目をつぶって入ろうというじゃなくて、ちゃんと目を開けて何があるかを見る必要がありますですね。だから普通だったら行きましょうということじゃなくて、まずその敵はどんな状態ですかということが必要だったんですね。そしてその町に入りましたですね、2人が。覚えてますか。でそこに行った人の家は、あんまり皆さん行かないと信じますけれども、売春の家に行ったんですね。でそのまあ皆さん知ってると思うんですけど、そのエリコの城壁がすごいだったんですね。で私たちイメージは何ですか。エリコが何か町みたいですね、一つの大きな都市だと思ってるんですけれども、けど実は町という考えよりですね、兵隊の でっかい砦だったんです。でそこで普通の商売とかもなかったわけないんですけれども、けどメインの商売はやはり敵がこっち側入らないように作られた町です。だから兵隊の町ですね、ベースみたいですね。でそのベースの中で、まあ、いろんなそのベースの人たちが必要なものがあった。だから家族行ったし、そしてまあ売春も行ったんですね。でその売春の家に行ったんです。でそれが有名な何だっけ、ラハブですね。ラハブさんの家に行った。で私だったら選べない人です。あなた多分選べない人です。けど神様がその人を選んでくださった。神様が私たちも考えられないコネクションを用意してくださる。で目が開いてないとそのコネクションが見られないですね。で彼女と会ったので、もう2章読んだら分かるんですけれども、彼女はその町の情報を全部言ってくれたんですね。実はここにいる人たちみんな怖がってるんです。イスラエルが向こう側で何をやったか、あなたの神様どれほど強いか知ってるんですよ、怖がってるんですよと。で最後にもうそのスパイの2人ちゃんと守ってあげました。もう最後はどうなったか覚えてるんでしょうね。これ今日のストーリーとちょっと違うんですけれども、彼女が救われましたですね。
家族も救われましたですね。そしてそれだけじゃなくて、彼女の後で生まれたヒヒ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 の孫の名前はイエスですね。イエス様のおばあちゃんだったんですよ。考えるとイエス様のヒヒヒヒヒおばあちゃんは売春だったと、すごいですね。まあ、とにかく私言いたいことは、神様がまずこのインフォメーションとコネクションが与えられます。そういきますね。山頂飛んでいきます。そうするとヨシュアが朝早く起きましたですね。そしてもうシッテムというところ町に行ってたんですね。もうそしてもうこれからヨルダンに行きます。そしてもうここでこれをパスオーバーをしますと言ったんですね。そしてもうこの3日間でそこをやって準備して、そしてそのリーダー、自分 のリーダーたち呼びましたですね。で彼らが3節見るとですね、もうあなた方がこの契約の箱を動き始まった見たと、みんながそれについていきましょうという戦略だったんです。私これを見たんですね。いろんなことを考えたら、やはりこのコミュニケーションすごいあったんですね。このヨシュアがこの拡大をするためにコミュニケーションがすごいできていましたですね。もう SMS とかTwitter とかスマホの何もなかったけれども、天幕から天幕へ、天幕から天幕へ、そしてこれちゃんとやったので、もう国民何十万人ですね、何百人、何百万人か分からないけれども、一致を持ってそのヨシュアの考えを持って、ヨシュア のパッションを持って、そしてそのような勢い全部何百万人に行って、同じインフォメーションちゃんと流れていきました。皆さん、拡大するために私たち同じようにこのインフォメーションも必要し、コネクションも必要し、そしてこのコミュニケーションも必要ですね。アメン。はい、まあ、とうとう一番大事なところやっときました。これ14節ですね。まあ3章ずっと読んだら分かるんですね。もう祭司が立ちました。契約の箱を運んでましたですね。で国民がそれみんな見たと、準備して、でまあ詳しく書いてあるんですけれども、彼らがやはりヨルダンの川まで行きました。でもうそこで足がヨルダン川に入ったと、そのヨルダン川はちょうど洪水の時期だったんですね。その水が止まって、そしてもう本当何十メートルぐらいまで止まってたと聖書に書いてあるんですね。で洪水の時ですね、ただのちっちゃいの川じゃないんです。洪水の大変な時で彼らがそれを見えたんですね。そしてまあ、16、10、それ全部書いてあるんですね。まあこれもちろん言いたいのは、一番大切なのは主の臨在です。主自身ですね。これが私の皆さんに今日一番デボーションで受けてほしいですけれども、この三章の四節こう書いてあるんですね。この道を取ったことがないからですと書いてあるんですね。もう私たちが2022年このパンデミック終わってね、これから何があるか分からない、神様私どうするか分からない、そのような祈りがいいですよ、助けてくださいと。けど私たちの命があなたに注いでいます。だからここで何百万人がみんな一つのものしか見てない、契約の箱を見ているんですね。もう全員が神様の御臨在を見ながら歩きました。これがとても大切ですね。もうその契約の箱の前に行ったんじゃなくて、契約の箱の後です。まあ後で自分でバイブルスタディやったらいいと思うんですけれども、実はもうみんな結構契約の箱から離れてたんですね。多分右側から左側から、ね、全員がそれを見た。ちっちゃい子供からあのおじいちゃんおばあちゃんまでそれ見たんですね。でそれ一生忘れられないですね。やはりその契約の箱、そこで立てる祭司、水がない、ね、
彼らが親の経験で生きてるんではなくてね、親が後悔を超えたんですね。ちっちゃい時からいつもその話聞いたと思うんですね。けど彼らがお父さんお母さんの経験ではなくて自分の経験が受け入れましたですね。やはり前の時代だけじゃなくて今の時代でもありますですね。まあ、私が歴史を勉強するのは大好きですね。もうこの1900年 の、 あのペンテコステのリバイバル の、 あのアズザストリートとかあちこちでもう本当神様が働きましたね。もうこ の、 あの数十年間ですね、もうすごい人が救われた。40年代60年代いろんなことあったんですね。でそれいつもああそれがよかったよかったよかったけど、皆さんそれがお父さんお母さんたちの経験です。私たちの経験もあるということを信じましょう。でその経験どこで見えるのか、やはりこの契約の箱、神の御臨在を見る必要あります。アメンですね。もう私たちが目の前の道まだ取ったことないから、これからやはり神の目を見ながらやりましょう。そして超えました。まあ、最後でまとめていきますけれども、あのやっと約束国に入りました。ハレルヤ。で入ったともう最初ですね、皆さんこれからエリコ行きましょう、普通だとそう言うんですね。私たち入りました、もうそんなに遠いところじゃないよ、行きましょう、もう目で見えるところですね。そこで取りに行きましょう、みんな一番四五やりたいと思ったんですね。けどそこで神様が導いたのはそうではなくて、止まりなさい、まず覚えなさいですね。そしてその覚えることはどんなことだったか、12部族のリーダー1人ずつですね、川に入って石を取ります。でその石を取って、その石を揃えて一つの記念を作りなさい。なぜかこうですね、これちょっと読んでくださいますか。21節から24までどうぞ。はい、イスラエルの子らに言った。もうあの子供たちまた自分たち忘れないように、これ私なんでここでこれをやったかとずっと考えてましたですね。やはり神様はね、何か大きい勝利を与える前にまず誰がこれをやってるか忘れないで、これが大切ですね。そのような構造を作りなさい。感謝という構造を作って、先ほど言った頼るですね、 trust という言葉、やはり皆さん自分でやったと最初何がなる前に覚えて、あなたではない、私がやりましたですね。まあ、この人たちですね、ただ多分数週間、まあ数ヶ月前だったら分からないけれども、モーセまで生きている間ですね、新明記が出たんです、ね、新明記この人たちのために言ったんです。でモーセがみんな集まりました。これから行きますけど、行きますのでまず新明記、新明記もう一回言うという意味ですね。もう一回皆さんに伝えます。そしてその新明記の中でこの大事な言葉、これも暗記すべきだと思うんですね。彼がこのことを言ったんですね。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に、もう何だっけということですね。はい、主があなたに富を
築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った約束を今日のように果たされるように、果たされるためであると言ったんですね。これが私すごい大切ですね。私のパワーで、私の手でこれができたということではなくて、全部神様がやってくださったということが忘れてはいけませんと。彼ら何も始まる前にそのようなことを言ってたんですね。何十年前ですけれども、私たちの小さい教会が急に成長したんですね。横浜の人をしてるんですけれども、この山下公園のシルクセンターのところに引っ越しまして、その90年代ですけれども、1990年代、本当数十人の教会がもうそこが 3,4 倍ぐらいになったんですね。日本人どん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 救われてきたんですね。若者が来て、そしてもうあの時もですね、もう200人ぐらいまで成長しました。まあ外国と比べるとそんなに大きいじゃないけど、日本の中でこの急成長だと言ったんですね。で、自分 の中で、まあ、誰でもプライド戦い、私もちろんいつもプライドを気をつける、ね、なるべくへりくだって歩むタイプです。そんなに俺ごらんなさいという態度のタイプじゃないけど、やっぱり誰でもあるんですね。で、昨日言ったように、やっぱり牧師が自分の存在、自分のアイデンティティ誰でも戦うんですね。けどその時アイデンティティ結構なかなか良かったんですね。で、横浜に人してるね、シルクセンターどこにあるか知ってるでしょうね。シルクセンターの反対側が日本の最初のプロテスタント教会、今でもあるんですね、海岸教会ですね。で、その教会今でもあるんですね。で、私は歴史が好きので、その教会の歴史をしてるんですね。もう1850年代ですね、初めて宣教師が日本に来たんです。そして彼らがもう幕府を許したのは、この館内というエリアしか入ってはいけないんです。もう館外はダメです。だから今でも館内という駅ですね。で、その館内は外人住んでもいいけど、出るために特別の許可がないと出てはいけませんという。で、それはもう何十年間ですね。で、宣教師がそこを行ってたんですね。で、宣教師何をやったか、病院を作って、学校を作って、聖書を訳して、もうただそこで泊まって何もしたわけないけれども、けど一生懸命一生懸命一生懸命こっちに入れる人たちに伝道しまして、ほとんど救われないんですね。この1850年代とか特に60年代まあまあですね、あんまりなかったんですね。で、やっと明治時代に入ったともっとあちこち行くようになりましたけれども、で、私ある日あの辺で歩いてるんです、山下公園でね。で、神様に祈ってましたですね。で、もう神様私に結構強い言葉を言ってくださった。スコット、あなたが今自分が撒いてない種のものを刈り取ってますよ。自分が撒いた種ではない種を刈り取ってますよ、それ忘れないでと言ったね。私のビジョンですよ。100年前からその宣教師たちずっとずっとあんたより大変なところで取ってて、あなたが彼らのおかげで今それを刈り取っています。で、そこで私もう涙が出たんですね。公園で座って、もうその先輩と、まあ、日本人のクリスチャンもそうだったね、彼ら導いて、その最初の日本人の牧師たち大変な苦労して、今私たちが彼らのやはり背中のこの肩の上に立てるんですよね。それ忘れてはいけない。けど神様そこでもう一つの大事なこと、あなたも自分が刈り取れなくてもいい種をまきなさい。だからこのビジョンが私のビジョン、このビジョンは長い、この成長するのは私ですと主が私にそう言ったんですね。だからヨシュアがこの大きな拡大をする前に
まずそれを掴んだんですね。なぜかもう本当このリメンバーですね、思い出す、もう3つのことをやりました。これで終わりしますね。この3つのことをやった。今言ったようにこの石のやったでしょ。けどそれ終わったらまだいかなかった。もう一度今まで荒野でやってなかった儀式ですね、この活でやはり私たちは神の人です、その印ですね。男の子みんな割礼をして、私たちが聖別された神の選ばれた国民ですと忘れないで。私たち特別というのは自分じゃなくて、私たちが選んでくださった方ですよ。彼が特別ですね。私たちの割礼はやっぱり洗礼ですね。もう洗礼を思い出す、自分の心が全部神様に捧げていること、いつもそこ戻りましょうと。そしてやっと彼らが約束の国に入ったと、ちょうど神様のタイミングでしょ。そのタイミングはどんなことだったか、やっぱり杉越祭りのタイミングだったんです。イスラエル人にとって一番大事な時期ですね。なぜか40年前、彼らのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、その杉越の血潮によってもうやっと解放したんです。だからあなた方がこれから大きいことする前に覚えて、あなたも解放しているのは私です、自分ではありませんよと。でそれがあったので、もう素晴らしいスタートができたわけですね。はい、まあ時間がないけれども、また戦いこれから行きますね。けど戦いに行く前にまずヨシュアもう一回神様と出会いますですね。それあたり自分で読んで、ね、神の軍勢のリーダーと会ってですね、私の味方ですか、私の敵ですか、で彼の答えはいいえと言ったね。その意味は神様が私たちの応援ではない、神様は私たち呼んでる、私の方法でやりなさい、私は味方とか敵ではない、私が主です、お前私がやろうとこと一緒にやりなさいと。アメンですか。はい、まあ今日それで募集していきたいと思います。一言お祈りして休憩いきましょう。イエス様、拡大準備、あなたがすごい大きいことをしようとしてると信じます。もちろんワクワクしますけど、まずこの静かなシーズンで自分の準備してるかどうか、自分本当勇気受けてるかどうか、コミュニケーションちゃんとやってるかどうか、ちゃんとつながりがきちんとやってるかどうか、そしてあなたをちゃんと見てるかどうか、そしてやはり記念感謝の心持てるかどうか、一人一人の中で働いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。はい、じゃあまた 2,3 分あるんですけど、隣の人3人でもですね、このメッセージを通してこのことを受け入れましたと伝えてくださいますか。その後で休憩に行きましょう。もう一言だけでいいです、どうぞ。ですです。はい、この第2セッションに入ると、まあ、昨日ある面で続けて、ディサイプルシップとか人の、まあ、リードシップ育成ですね、今日特にそのリーダーシップのポイントでいきたいと思うんですけど、なるべく早く終わって質問時間にいきたいと思うんですけれども、昨日ちょっとイベントについて話しましたですね。で数年前このビデオを作った、これ見てください。リトリートではこう新しいものをなんかいろいろ学ぶんだよ、なんかあとは最高な気分です。サマーキャンプだ。正直俺ってすごい。俺は若者が必要なものを全てだ。ごめんなさい、ちょっとスタートからしますね。はい、これです。イエーイ、こんにちは。俺はイベント。僕はプロセス。いつもイベントの後ろにくっついて歩いてる。誰かさんをバカにしてるわけじゃないんだけど、みんなの思い出に残るのはいつもこのレベル。物事は俺から始まるんだ。みんなが人生の中で成長していくための道を開くとき、いつもそこには俺がいる。本当だね。
実際彼は結構特別なんだ。ほら彼を見てごらんよ。かっこいいし目立つし面白い。だからみんなイベントに参加するんだ。みんな彼のことが大好きなんだ。こう言っちゃなんだけど、ぶっちゃけ俺さえいれば他のものっていらなくね。だって俺って例えばコンサートだ、スモーク、エレキギターに特殊効果、来たね。それに大会やリトリートだ。リトリートではこう新しいものをなんかいろいろ学ぶんだよ。なんかあとは最高な気分でサマーキャンプだ。正直俺ってすごい。俺は若者が必要なものを全てなんだ。全てじゃないさ、もうちょっと現実的になろうよ。人生には俺が提供する感動とドキドキの他に何があるって言うんだ。一つは人生が変わること。君は誰かの人生を変えることができる？できないけど、みんなはそう思ってるみたい。そう言ってるし。けど本当に人の人生を変えられるかな？本当にだよ。まあできない。でも俺は変化を始めることができる。まあもちろんね。でもだからこそ僕が必要なんだ。僕はプロセス。君の後に来るべき長い道のりだ。僕はみんなが君から聞いたことを話し合って生活に適応する場所。僕が実際にみんなの人生を変化させる。人生が変わるなんて大げさだよ。僕はかっこよくないし地味だし影薄いけど。だよ。電話帳でも読んでた方がマシだよね。だけど僕が本当の人生。僕はお互いを深く掘り下げて見張り合い成長しながら支え合う小さなコミュニティ。でもみんな俺のこと大好き。だってそうでしょ。俺は大集団を代表してるんだぜ。やめとけって。ああごめん。でもまあ大集団の中でイベントを体験することはまあ簡単なことなんじゃないかな。本当に人生が変えられるのはその後だよ。実際にイベントで学んだことを適用する時だ。それは実際大抵スモールグループの中で起きるんだけどね。スモールグループ。ああもう俺立ってらんない。もう俺生きてらんないよ。おいちょっと待てよ、君はまだ必要だよ。はいはい、俺は大切です。みんなただ盛り上がるためだけに俺を利用してるだけなんだよ。どうせ俺なんか一晩だけの浅い付き合いなんだよ。ちょっと待ってよ、君はまだみんながチャレンジをするために必要なんだよ。そう、プロセスを始めるのは君。君は結婚生活の始まる前の結婚式、それか子育てが始まる前の出産かな。本当？実は僕たちって結構いいチームなんだぜ。君はみんなにチャレンジをさせて、僕は君の後についていって人生を変える。そっか、分かった。じゃあ俺たちってなんかパートナーみたいな感じ？そんな感じ。そっか、なんか結婚関係みたいなもんか。まあそうとも言えるかな。え、ちょっと待ってよ、どこ行くんだよ。俺には君が必要なんだってば。ちょっと待ってよ。勉強になったかどうかわからないんですけれども、言いたいことわかったんでね。いつもこれを見るとちょっと直したい。結婚みたいという表現使わない方がいいですね、はい。そうですね。じゃあちょっと
こ行った、これね。はい、じゃあそれをちょっと覚えて今日の話に入りたいと思います。じゃあ昨日この言ったですね、discipleship is relationship、ね、だから先ほど言ったことがイベントが悪いわけではないですけど、イベントがの後がめっちゃ大切ですね。私たちよくフォローアップとかいろんな表現があるんですけれども、けどそのフォローアップのプロセスが、私たちの教会がこれプロセスですと言ってるんですね。でそれぞれの教会それぞれのあるかもしれない、もしなければぜひ皆さんこのプロセスがとても大切ですね。リック・ウォーレン先生の教えが、同じ4つですね、野球の映像を使うんですね、ファーストベース、セカンドベース、サードベース、フォースベースとかね、そのようないろんな方法あるんですけど、皆さんぜひ自分がどんなふうにこのディサイプルシップをするか、私たち昨日話したことをもう一度復習しますけれども、どんなディサイプルシップといってもまずエンゲージですね、人と橋を作ってその人と会います。そしてエンゲージをしてからもうこのプロセスがエスタブリッシュ、ね、定められて、本当同大御言葉と教会と神様に定められていると。そして3番はこのエクイップですね、整えるですね、全てのメンバーはミニスターですという表現昨日使いました。今日それでもっと詳しくいきたいと思うんですけれども、で最後がエンパワーですね、もう出ていけやりましょうということですね。はい、今日は特にリーダーシップの4つの愛を教えたいですね。私たちのグループがこのような4つのE、今度4つの愛を言いますですね。もうやはりこの拡大する、今朝の話ですけれども、するためにリーダーが必要です。そしてジョン・マクスウェル先生がいつも言っているのは Leadership is influence、 影響力ですね。もうその影響力をする人々を私たち育っていかなければならない。そしてその中でやはりこのリーダーシップの賜物、本当この人だったらついてきますというような人物、私たちリーダーがまずそのような人を探さなければならないですね。だからこの最初どんなような人を使おうか、このアイデンティフィケーションということが大切ですね。誰がリーダーでいいかどうかで、イエス様がやはりこの大切にするために自分が山に行って一晩中祈りました。そして時間が来たと弟子たちを呼んで、そしてアイデンティファイちゃんとやりましたですね。12人を選びましたですね。そして私たちがこの定義でやってる、この定義使ったらいいと思いますけれども、覚えやすいように英語で Faithという表現を使ったんですね。最初もっとシンプルで FAT やってた、ファットね、けどいつもそれで私つまずいたのでやめました、ファットね。けどフェイスね、で本当これが一番最初の日と同じよね、このような価値観があると助けます。リーダーは何ですか、成熟した人は何ですか。私たちがこの5つのものが出てくるんですね。でこれは一つ一つ説明しますね。最初が忠実さですね。Faithful people、ね、聖書がそう使っているんですね。パウロが忠実な人々を探しなさい。やはり何よりもやはりこの人がいつも来るんですね。この人がもういつも悪口言わない。この人はやはりこのビジョンがついてきます。この人頼んだらやります、ね、もうすごいカリスマ性がないかもしれない、すごい賜物いっぱいあるないかもしれないけど、皆さんこの忠実な人の上にあなたの働きを作っていくと、神様がそのような人たちの上に作られてますですね。私たちすぐ外側で見てしまいますですね。
で外側を見ているとサウルみたいな人を選びま す, です、ね、ダビデが全然見ないけど神様が外側ではなくて心を見ているんですね。だから神様そうやったら私たちもそうやるべきですね。忠実かどうかということですね。でそれ忠実があるかどうか2番ですね。 Available、 これ英語のため遺伝子ですね。 V と L 両方出るから、はい、 Available、 どうぞ上手です。もう一回 Available、 はい、 Available が、はい、ここにいます、私を使ってください。もう皆さんリーダーですね。リーダーやはり時間かかるんですね。自分の時間より他の人の時間がやっぱり取られるんですね。そして時間を作る人です。やはりこの人のためにというような心を持っている人ですね。あ、ちょっと忙しいからできないんだ、ね、私の、 あの仲間の牧師がいるんですね。私よりすっごい忙しい人、マレーシアで牧会してるんですね。で彼があのビジネスも持ってるし、もう教会はもう1000人以上、結構大きな教会をリードして、そしていくつの開拓した教会も面倒見てるんですね。で彼がどっかの旅行中で、彼がアウトリーチしてる人から電話があったんですね。先生、私があなたに会いたいです。まだノンクリスチャンの人ですね。であのもう先生ちょうどその時アメリカから帰ってくるんですね。で帰ってきて、もうやっとそのクォランティンですか、家から出られると、もう最初出た日、もう先生会いたいですと言ったんですね。でけどその先生スケジュールを見たと、私が会えるのは夜の11時半しか空いてないですと言った。でその先生が考えの中で、絶対11時半彼会わないだなと、だからはい11時半で会いましょうと言った。で彼が最初、はあ、11時半、自分も疲れてるのに、けれどもやはり available と選んだんですね。11時半に行ったんですね。どっか の, そ の, あのマレーシアだったら夜遅くまでいつも食べてるんですね。11時半のところ行って一緒に座って、でその人がいろんな質問をして、自分の人生の悩み、夫婦の問題、経済の問題、で先生実は何、自分が何言ったか全然覚えてない、ただ寝ないように寝ないように寝ないように、ね、時差ボケもあってアメリカから帰ってたんだけど、あとでもうその人、その夜イエス様を受け入れました。先生から聞いた言葉すごかった、私一番必要だった。で先生がそうだ、何言ったか全然覚えてない。で私そのストーリーを聞いたと悔い改めましたですね。私だったら9時超えるともうこの脳が本当シャットダウンするタイプですね。年の前ですね、もう若い時が私朝早い好きですね、夜弱いですよ。けどやはり私、神様、私このアベイラブル、自分のお金、自分のエネルギー、自分 の, あの時間、本当主のために、そしてやはり神様のビジョンのためにアベイラブルになる、そのような人々がいると、あ、この人使いますですね。そして愛が involved、 一緒に言って、はい、involved、 やっぱり入り込んでるんですね。まあ、教会にやってること何でもやりたいです、ね。まあ、これ自分のことですが、私この聖霊のバプテスを受けた時も本当も教会にも住みたいぐらいやったんですね。もう先生といつでも何でも一緒にやりたいです。もう後で学の先生、大学の先生呼んで、スコット勉強ちゃんとしなさいと言われたけど、けどあのやはりそのやはり子どもの集会手伝いますとか、ね、婦人集会でも手伝いますとか、あの何でもやはり入り込みたい、そのようなタイプいるんでしょうね。それ入り込みたいとか、無理やりやってくれないか、やってくれないか、そのような人が、まあ、やってあげると、それはあんまりやらないんですね。その人があんまりどんなに賜物があっても後で大変なことになる。まずその人の中でもっと上渇きが来るように待った方がいいですね。そしてこの T が とても大切、 Teachable、 教えるかどうかね。教える、やはり聞きたい、何でもかんでもアーギューじゃなく、疑問じゃなくて、疑問気をつけて、質問とかもっと知りたいとか、まだ分からないとか、うんというもとか、それダメわけじゃないよ、それはいいですよ。
けれどもやっぱり素直に聞きたい、本当のことを知りたい、教えてください、どうして先生こうやったか、どうしてこの言葉を使ったか、どのようにこれやったのか、やっぱりティーチボー、ただ御言葉の教えるだけじゃなくて、やっぱりその人生の中のしつけ、やっぱり聞きたいです。失敗だったら教えてほしいです。私の中にある変な態度があると先生言ってくださいと、あまりそのような人ないですね。皆さんそのような人になりましょう。私も若い時はあまりそれなかったけどね、けど年になればなるほど自分の仲間、そして特に上の先生たちに何でも言ってちょうだい、家内に言わなくても言うんですけどね、はい、何でも言ってくれるんですね。けど最初それ敵対したんですね。けど敵対することはバカですね。やはり一番愛してる人がこのことを言ってると素直に受け取ったら自分が成長するんじゃないか。だから皆さん、それがリーダーです。見てる、アイデンティファイをする人はそうですけど、自分もそうです。そしてその最後がハングリーですね。飢え渇いてるんです。やっぱりこの中でちょっとスピリチュアルという意味もあるんですね。やっぱりこの人祈りたいです。聖書読みなさいとあまり言わなくても聖書を読んでるんです。お御言葉もっと知りたいとかね、もうどんなチャンスあってもですね、やっぱり飢え渇いているだということが、そのこの皆さん、この5つがあると、そのような人の上に立てるとすごいいいことになりますね。だからまずこのもうアイデンティファイということが大切ですね。で2番ですね、2番の愛がインストラクション、インストラクション、まあ教えるですが、でこれがやはり親が分かるですね。あなたに与えられた赤ん坊が家に入ったね、生まれた時から頭の中に何も入ってないですね。で私たち親が大事なことは、このちっちゃい時からその脳を、やはりこのちょっとこう考えてください、その装甲の中に正しい材料が入れるんですね。それ子育て、今子育て中の先生たちもいるんですけどね、やはりこの一番大切のは、この子どもの中でいろんな大切な原則を入れるんです。どんなことでもやっぱり聖書書いてあるんです。昼も夜もあなたの手で書いてください、あなたの頭で置いてくださいとか、御言葉をいつも見なさいとか、子どもの中で、家の中で子どもたちを教えなさいとか、やはり材料がその装甲に入れるんですね。だからある面で人がクリスチャンになると、もうこのリーダー育っていくと、私たちが先ほど言ったインフォメーション入れなければならないんですね。でもちろんその人自分も勉強して自分で習うことも大事けれども、けどやはり自分がリーダーなので、自分が主から与えられたその DNA、 その人の中に同じように入れるのはとても大切ですね。そしてその材料をいっぱい入れば入れほどですね、私このような想像力あります、想像ですけどね、その装甲いっぱいあるんですね。そして人生の中であるシチュエーションが出るんですね。ちょん、そして私たちが何をするか、やはり聖霊様がドロロ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 心に入るんですね。そしてドロロ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 ロ、その倉庫の A の42の3番とか、その原則をシュッとあってちょ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 と出るんですね。けどもし言ったらそれがないと大変ですよ、ね、だから私たちにきちんと教える必要がありますね。インストラクションが大切ですね。もうイエス様自身がですね、教えたことが多いですね。マタイ、マルク、福音書のやはりイエス様、弟子たちだけを読んでて教えました。あれほどよく教えた、入り込んだので、マタイ、またヨハネ、全部覚えてた福音書を書いたんですね。だからやはり覚えてましたですね。そしてもうイエス様、ここでもういろんなところにいて教えなさいと、instruct them と書いてあるんですね。この見事は変ですけど、これ3つのことを入れたいですね。先ほど言った教える、教えるは大切ですね。現実、原則ですね。
実際的な、まあ、ある面で私今教えています、ね、教育する、皆さんメモを書いて、まだ全部分からなくてもやっぱりけど頭の中に入れておきます。そのような原則は何だろう、教えは何だろう、やはりこのもうその組織的な神学、ここで皆さんやりましたです、ね、罪は何ですか、死は何ですか、聖霊は何ですか、悪霊は何ですかとか、やはりリーダーがそれを理解するのすごい大切ですね。もう誰でもいつでも自分の中にある希望を人にシェアすることができるように、そのように聖書書いてあるんですね。だから私たちまずそのような教えがちゃんと入れるんですね。けど2番は強制ですね。教えるんですよ。教えるのはノレッジの教えじゃなくて、そのやはり品性を教えるんです。で、まあ、これがすごいリーダーシップの一つですね。これ弟子訓練とすごいつながりがあるんですけど、これ気をつけて、すごいコントロールになる可能性あるんです。これ気をつけて、あの自分の基準じゃなくて、やはり何でもかんでも聖書の基準ですね。私がよくあの人が、あの特にリーダーですね、私のところに来るんですね、あの注意しないといけないですね。で、私があなたが今何をやったか分かりますか、なるべく質問するんですね。あなたこうやりました、時々その人何やったか分からん、ちょっと考えて何やったかちょっと考えてくださいね。このような経過が出た、もう必要だったら今話をやめて、あと1時間もう一度話しましょう、あなた祈りに行きなさい。それよくあるんですね。子供いつもそうやったんですね。祈りに行きなさい、自分が自分で理解するように。ただ私上からやるなくて、でそれがやはりあの、まあ、これ三浦先生が専門ですけどね、あのまずですね、その問題をもう認識するのはどれほど大切か、その認識するのは私がすぐ分かるんですね。お前の問題こうですよ、けどそう言ったら何も助けない、けどその人自分でディスカバーができるとすごい助けになります。あ、私がすごい怒りの問題が見えましたと言ったんです。やはりあれはもう人をインプレスしよう、プライドだったんだとか、あ、私がもうあの人をやりすぎだったんだとか、で私が言うよりその人が聖霊様が言ってくださるのですごい助けになります。じゃあ君どうしたらいいでしょうか、どうしたらいいでしょうか。もちろん私答え分かってるんですね、けど大切のはその人自分でこうやるべきでしょうかと。でそのじゃあ聖書でそれこのこと書いてあるかなとちょっと読んで、これに対して君は何をするんですかと。でそれがすごい大事ですね、このしつけのやり方。スコットに従おうじゃなくて御言葉に従ってる、神様に従ってる。で私は彼の無知を持っている人間じゃなくて、ある面で彼の仲間、隣にいる同じような罪人だ、もう天のお父様の前に行って一緒に習いましょうと、コーチングというですね、そのような教えがすごい助けになります。あのこれよくこれいつも私言うんですね、その人の中にいる聖霊様を信頼しましょう。それがとても大切ですね。もうその人の中にいる聖霊と私の中にいる御霊が同じかお方ですね。もしかしたら彼がもう眠れの霊があるかもしれない、見えてないというところも時があるんですけれども、それだったらやはりまず目が開くように祈らないといけない、それで助ける必要があるんですけれども、一番大切なのはその人か聖霊様と直接と出会って助けになるんですね。それですよく家内から習ってたんですね。やはり子供がいろんな悪いことをやってしまうんですね、まあ、父親の私があれはダメだったよ、やめなさい、このようにしなさい、もうあなたがこのようにしつけしますとか。家内が上手だったのはもう先ほど言ったように、まず自分何やったか
まだ分からない。じゃあ部屋に行って祈りなさい。で、不思議ですね。帰ってきたと、ただパフォーマンスのための答えじゃない。帰ってきて、このこと見えました。どうしますか？分からない。もう一度祈りに行きなさい。で、子供たち行って、帰ってきて、このように示された。じゃあ一緒に祈りましょう。で、それを通して、まあ、ここで子供を育てる方々、それをよく聞いてください。子供が親を喜ばせるためじゃなくて、自分の問題、自分と神様と解決ができるように導くんですね。そのような信徒を、そのようなリーダーを育てていきたいです。もちろん、分からないというところ誰でもありますよ。その時に一緒にコーチングとか教えて、御言葉を見て、これはどうですかとか。けど、なるべくこの上からこうやろうと、スパルタ教育ではなくて、やはり、イエス様みたいに質問を使って、その人自分で発言して、それすごい助けになりますですね。まあ、これカウンセリングでよく使うんですけれども、カウンセリングだけじゃどんな解決でやっても、英語ですね、Anxiety、まあ、不安、Anxiety、不安だけじゃなくて Anxious、 もう自分が慌てているということですね。で、これリーダーよく聞いてください。例えば兄弟が何か問題あるんですね。で、彼がすごい被害受けた。で、私のところに来るんですね。で、その被害の話を聞いて、私がちょっと慌ててしまう、不安になるんですね。これを聞いてると、私がすごい責任が来たんだという思いが来るんですね。自分はすごい anxious になるんですね。けど、それやったら、その知らないうちに自分が救い主にならなければならない、メシアになるんですね。私、この人の問題直さなければならないと、特にリーダーと牧師になっている人たちがそれが多いですね。なんとか答えを出さないといけない。どんな答えがいいのかと、自分も分からない。だから缶詰を出して、それよくあるんですね。イエス様は全然そのような形じゃないんですね。人の話を聞いたらと、あ、そう、どう思いますか？ね、だいたいいろんな質問をすると、イエス様の答えは質問。だから、その質問とかその人の悩みということより、心でいつも見てるんです。なぜか、心の価値観、そこでちゃんとやっていくと、その人の問題が消えるんですね。だから、私が、まあ、これもと若い時で分かってたら助かったかなと思って、すごい私がみんなの答えにならなければならないと思ったんですね。いや、時々答えが分からない。で、それがこのように時々言うんですね。それがすごい大変ですね。じゃあ祈りましょう。神様の答えが来るようにと。私が答えがないですよ。もちろん答え時もあるんですけど、気をつけてこれ聞いてくださいけど、そのような牧会とリーダーシップを育てるのは、それ本当の強制です、ね、で、強制、時々私たちが近道を作ってしまう。何か兄弟気分よく変えられるようにしてほしいですね。それ私たち、けど神様は全然そう考えてないかもしれない。もっと苦しんでほしいかもしれないですね。もっとやっぱりこの悔いが必要です。改める前に、まだ悔いがない。はい、終わりましたとね、十字架のサインして、あんた清いですとか、その人は全然問題治ってないのに、私のせいで治ってないです。で、時々、やはりこれが一週間祈った方がいいじゃないですかと。最近それよくやってるんですね。その人が一週間祈らないといけない。祈って。私が治すより神様これで治せるよ。けど祈って。一週間後に宿題をさせるんですね。このように答えられるように持ってきてください。で、その一週間で、まあ自分もそうだね。皆さんもそうですね。一生懸命祈る。で、そのプロセス、先ほどプロセスで本当のライフチェンジになるんですね。皆さん、時間かかるけれどもそのようなリーダーになると、立派なリーダーになりますね。
私今教会一人の副牧師がいるんですね。で教会のスタッフになった時ですね、もうめっちゃめっちゃいい子ですね。けどめっちゃめっちゃパフォーマンスがありましたですね。もうやはりクリスチャンホームに育っててどうすべきか分かってるんですね。まあ、牧師の家は宣教師の家に育ってる人それが多いですよ。私はそうですね。何人も同じことあるかもしれない。もうクリスチャンらしくできるんだとけど。でまあある面で自分のみんなの期待なんとかさせるようにとか。けど彼はすごいそれがあったんですね。でもう偽物っぽいですねとか、これ本当直す必要はあるんだとか、でちょっとイコグリコとかそれよく出てきたとか。だからまあそれがちょっと直面したんですね。まあ、私より家内がよく直面してくださったんですね。で私は3人 で彼がもうそれが見るのは何週間ぐらいかかったんです。で見たと彼が分かりました、いや今日終わるようにしますとか、いや今週それ祈りましょうと。で次の週が出て、やはり今週の間まだちょっと出たねとか、そう出たんですよ、もう1週間祈りましょうとか。もう本当6ヶ月ぐらいかかったんですね。けど私その子偉いのはやはりこの FAITH Faithful、 忠実にその問題に向かっていって、自分がやっぱりこれ直したいだ、で私たちがもう慌てて慌ててすぐ直そうとじゃなくて、で彼が本当それで完全にそのゴリアテの手、あの首を切ったと同じように二度とその問題が来ないようにできましたですね。だから急がなくてもいいということですね。だからもう一度言いますけれども、 TrustThe Holy Spirit in that person. その人の中にいる聖霊様を信じましょう。そしてまあトレーニングというのは、まあトレーニングですね。構造を作るですね。やはりこのリーダーシップが続けられるように、まあスケジュールをちゃんときちんと作りましょう。自分の時間の使い方、人によってもう経済の予算を作る必要、人もいる、みんな必要じゃないけど、その人の弱いポイントを何とか強くするように、その喋り方とか実際的に人の前に喋る時とか、どんなふうにカウンセリングをやる技術はあるんですね。それが教えてトレーニングをするように、でその、まあ、次のポイントからそれがもっと出てきますけれどもね、トレーニングが必要です。そしてやはり次が与える、インパーテーション。でこれが普通なリーダーシップの育成と違うですね。やっぱりこのクリスチャンのリーダーシップの育成が心です。その人の癒しが必要です。その人本当精霊に満たされてるとか、やはりそれが必要。それするためにもうイエス様もそうだったんですね。弟子たちによくインパーテーション、いろんな方法でやりました。で最後のインパーテーションが一生忘れられないですね。彼が最後の晩餐の夜ですね、弟子たちが集まりました。イエス様はタオルを取って彼らの足を洗ってて、ある面でそこですごい与える、しもべの態度、しもべの模範与えられましたですね。ただ口だけじゃなく自分がそれ与えるようにいましたですね。そして弟子たちの同じように人々の足を洗いなさい、まあ、与えるためにこの4つちょっと置いてきましたですね。祈り、やはりこの祈りがとても大切ですね。リーダーと一緒に祈ることです。ぜひただリーダーズミーティングを開こうとか、いろんな戦略とかプロセスの話ばかりじゃなくて、一緒にただ祈りましょう。やはり私が一番多分いっぱい習ったのは、牧師、私の育てた牧師、一緒に座って祈っていることですね。もう彼の祈りを聞いて、彼の中にあるパッションを見て、彼の神様とどんなふうに会話をやっているを見て、そして自分も祈る、彼私と一緒にアーメンと言ってる、そのやはり神と国と神の義まず第一求めてること、一緒にやってると、そこがインパーテーションになってきます。それ忘れないでくださいね。時々私たちこのリーダーシップ育成がセミナー開きましょう、けどやはり一生祈るのはすごい大切ですね。祈り時間ぜひ作ってください。で語るんですね。
やはり私実はここ来る前に私のボスね、私のリーダーに会議があったんです。今朝の7時ですね。そしてまあこのアジアいろんな良いこと大変なこといろんなことを話して、まあ、自分の中にある今ちょっと悩んでるリーダーシップについてとかで、その先生ちょっと待ってやめさせたんですね。喋るのはやめて、で別の2人のリーダーで一緒だったね、スコット。でそこで私のことをすっごい、あなたこうでしょ、あなたこうでしょ、私より2年下の人ですけれども、この65歳のおじいちゃんでも先生が語れました。で語ってる間に私ふん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 元気になるんですね。やはり皆さん、私たちの下に命と死のパワーがあるんですね。だから時々ね、どんな家に育ったかわからないけれども、もしかしてすごい厳しい父だったかもしれない、お母さんがいつも叱ったとか、日本の教育はよくそれあるんですね。ダメダメダメとか、もうそして先週のオリンピック の金落ちたラッシャーの子だで誰とかね、もうそれ見てましたか、彼女はオリンピックでダメになった、で戻ってきたコーチが励ますのことは何もない、すごいパーッシンガンで彼女を叱ってたんですね。そのようなリーダーにならないように、やはり励ましるとき励ましょう、叱るときも叱りながら励ましましょう。そして何よりも信仰を立て上げるように、励ましの言葉が嘘ではない、大げさではない、ただプレイズということじゃなくて、しつけ、大変な時にも大変なこといるけど、最後にやはりこの人整えられてるか、ね、元気になってるか、ね、来週まで祈りなさいと言いながら、けど最後こう、多分この1週間の間神様あなたがすっごいいっぱい言うよ、神様は私より神様あなたがめちゃめちゃ愛してるよ、期待して、わかりますか。だからリーダーの口が大事ですよ、ね、もし、ね、お父さんお母さんわかるね、ただ6歳ぐらいの息子さんがここにいると、で他の人であなたはバカですと言ったら、ただその子のちょっと泣くですね。けどお父さんが来て、お前本当にバカです言ったら、 2,30 年後であの子がカウンセリングの中でその場面が出てきますよ。お父さんだから、牧師、スモールグループリーダー、やっぱりその影響力を持ってる人がゴミみたいな言葉を出すと一番傷になるので、けど逆ですね。もう今朝そのように言われたと、なんと私がいい人だな、いいリーダー、神様感謝、このような人たちと一緒にいるとですね、語るのは大事ですね。それが一つの教えることですね。で3番はやっぱり安守、もうそれが聖書のやり方ですね。やっぱり手を置いて祈ります、神様この人の祝福しますとか、まあ導きがあれば明日の第2のセッションの中で安守したいですね。まあ私ずっと喋るばっかりけど、皆さんのために祈りたいですね。その祝福が与えるように、でもう特に卒業する人たちにそのできれば予言の言葉とか、まあ、いきたいと思います。もう最後はやっぱり励ますですね、まあ、さっき言ったけど励ましが必要です。世の中でもうその叱ることばっかり、みんな疲れてるけど、やっぱりリーダーが励ます必要あります。で最後ですけれども、やってみる、まあ、英語でインターンシップですね、まあ、足と手という丸をつけてるんですけれども、実際やるということですね。もうイエス様がまだこの弟子たちがいっぱい間違いする時ですね、彼ら呼んで、ね、君たち12人もうあなたにエンパワーします、力と権限を与えます、そしてあなたがあちこち行って悪霊を出して福音を伝えて、そして彼らがそのことをやりました。で、まあ、これよくリーダーシップで言うことですね。まず observe、 観察するですね。まず私がやってることを見てください、そう書いてあるんですね。パウロがテモティ、私がやったようにやりなさい、そしてテモティ、あなたは模範ですよ。だからリーダーの私たち、まず模範にならなければならないんですね。パフォーマンスではない、ね、
自分の自然にみんなにそれ見えるように。で2番はやっぱり参加するですね。一緒にやりましょう、一緒にやりましょう。で最後が評価するですね、 evaluate。 だからもう一つの言い方はこうですね、 I do、 私がやります。 I do, you watch、 あなたが見る。 I do, you watch、 そして You do, I do, we watch。 それ2番ね。で3番 You do, I watch ということですね。それがとても大切です。まあ、1番のポイントも結構今まで話したけど、2番ですね、大事です。一緒にやりましょうと、一緒にやりましょうと。だから私たちの教会がこのスモールグループの中でよくリーダーを育ってるんですね。でそのスモールグループのリーダーがいつも私たちに言うんですね、次の人は誰ですか、 Who is the next、 いつも聞くんですね、 Who is the next、 どんな星でもいつもそう聞いてるんですね。例えばPA やってる人ですね、あなたが次の人を今育ってますかと、いつもそう言うんですね。日常学校の先生、次の人も育ってください。いつもそのようなシステム、プロセスあると教会成長ができるんですね。私牧師がみんなに教えるんじゃなくて、みんな自分がやってることがいつも誰か一緒にやりましょう。それが大事です ね。 Who is the next とか、だから私の役割が Next は誰ですか、いつも聞くんだ。 Next は誰ですか、あなた今一人やってはダメですよ、誰かと一緒にやりましょうと。だから本当は私今日今回来ると一人で来たらもう残念だ。大体私両校もっと若いリーダー一緒について、で多分彼どんなに下手で言ってもですね、みんなの前に教えさせますですね。皆さんかわいそうかもしれないけどこの模範は大事ですね。やはりその私たちはパフォーマンスではないからね、パティシペイト、一緒にやりましょう。でそれを通してすごい宝、いいことになるんです。この最後が評価する、これは大事ですね。私今次のやはり教会の牧師も育っているんですね。自分がもうそろそろ違うこと、違う役割、教会辞めるわけじゃないけど、やはりこのどんどんどん若いリーダーたちが立つようにしているんですね。で私の牧師ちょっとコーチングをしてるんですね、スコット。彼らが間違いしないように導くと大間違いです、ね、Don't lead them so they don't make mistakes。 ミステイクを作れないようなあまり心配しない。やるのはそのミステイクを作ると一緒に直すんです。やっぱりその一緒に直しているのおかげですごい良い勉強になるんですね。だからこのようなさっき言ったですね、 Discipleship is relationship、ね、だからもう私たちの教会誰がメッセージやったら後で一緒に集まってそのメッセージについてそんなに厳しいダメダメダメじゃなくて、その良いポイントは何だろう、ちょっとチャレンジあんまり分からないことは何だろうとか、じゃああなたが本当これからこうなるでしょうとか、いつもその3つですね、良いことちょっとなったことと、そしてその人を祝福するようにその3つのことをやるんですね。だからイベントやるんですね。イベントやったらもう一度私たち反省会という表現をしてました。振り返りというんですね。なぜその言葉を使うと、うちの教会ね、あれなんていう、海の保安庁ですか、海のコースガードですね、なんていう会長、その人ですね、はい、でそのやはり彼らがやっぱり船の事故するんですね。大きな事故はあるんですね。でその船長を呼ぶんですね。でその呼ぶ時ですね、もうめちゃめちゃ栗だから反省、どうしてこうやったかと言った、もう全然その人ただ自分フローゼンになるか自分を守るということですね。けどこのやってる理由はそうじゃない、責めるためじゃない、二度とこうならないように一緒に協力して、一緒にもうこのこと次の人そうならないようにどうしたらいいのでしょうか、そのような振り返りとやるんですね。やはりその雰囲気、まずそのエンザイエティが消える。だから私たちリーダーシップそうですね、君はダメ、これは良くなかったということじゃなくて、その雰囲気ではやっぱり一緒に習いましょう。で
いつもどんなイベントやってもですね、私たち今このビデオを作ったんですけれども、イベント今でもやってますよ。やはりイベントがドアですね、人が入る。特に日本人がイベントがないと教会来ないこと多いですね。けどそのイベント終わったら振り返りの中で実がありましたか？人がマイナス8からマイナス6に行ったでしょうか？その人とつながりができたか？その後どんなふうにつながり続けるのか？でその中でやはりこの信頼関係がある委員会になりますので、あれは良くなかったね、あのぐらい時間でこの飾りをやったら飾りはあまりそれ必要なかったねとか、もう私たちの満足のために作ったんですねとか、そのような、まあこれもっとやるべきだったねとか、でそれがすごい助けになります。はい、まあこの4つですね、リーダーを育てていくと見つける、Identification, Instruction, Impartation, Internship ですね。教える、与える、そしてやってみるということです。はい。私の教えここで終わります。はい。皆さんの方からコメント、質問、疑問、冗談、何でもいいですけれども。はい、どうぞ。あの教えるところで、あのイエス様はあなたはどう思うんですかって言って考えさせるっていうところをさっき言われてたと思うんですけど、ちょっと箇所がごめんなさい、僕が読み込んでなくて全然分かんなくて、なんかそこの本質教えてほしいなというか、あのなんか神様にお子さんをこう祈らせてあげたりとか、直接その人に答えをごめんなさい答えをあげるんじゃなくて、そのやっぱり神によってディスカバリーして見つけていくっていう、うん、そのプロセスをきちんとこう踏めるようにさせてあげるっていうのは、あのすごいこう納得感があって、でなんかそれとこうイエス様がこうそういうあなたはどう思うんですかとか、要は質問に対して質問で返すっていう箇所がちょっと僕は分かんなかったので、うん、ちょっとなんかそこを教えてもらいたいなと思います。どこでしょうか。あのルカの例えば18章ですね、あの有名なお金持ちの人がイエス様のところに来たんですね。あの18の18ですが、先生私永遠の命を受けることは何したらいいのでしょうか。でイエス様が、まあ、そこでもちろん御言葉を言ったんですけれども、あの全部そこで10回で言いましたですけどね。で、あの、まあ、そこで彼がはっきり言ったんですね。あの、あなたがもう足りないことがあるんですけどねとか。で、あの、まあ、これはあんまりいい例じゃないんですけれども、あの、これが全部出ていくでしょう。イエス様強くいて。で、その26節、みんながイエス様に来たんですね。誰が救われるんですかとか。で、イエス様が答えたのは、神がなければ人が救われることがありません、まあ、ここはあまりいい例じゃない。私言いたかったのは別の人です今これ読んでると 別のこの同じストーリーが出てるんですね。一番大事な命令は何ですかと。で、あの私永遠の命を受ける何したらいいのですかと聞かれたんですね。イエス様の答えは、御言葉は何と書いてありますかと、命令は何と書いてありますか。で彼がもう神を愛してそれ全部言ったんですね。でもうイエス様がじゃあそれをしなさいと言ったんです。だからイエス様すぐ答え出してじゃなくて、その人自分のやはりその人の心を見てたんですね。もうあなたの Love your neighbor as yourself がポイントだったんですね。自分を愛したようにネイバーを愛しなさいと。でこの人いっぱい命令が言ったけれども、けどイエス様が Love God, love your neighbor が答え、それやりなさいと言ったね。まあ、痛いポイントがイエス様がただパー答えを出してるじゃなくて、イエス様が質問を出しましたですね。でそのもう一つの例を言うとでね、罪を犯した女の人です。でもうみんなイエス様のところ連れてきましたですね。
この女、先生、どうしますかと言ったんですね。どうしますか。で、イエス様はもう答えは許しますよと言わないで、ただ黙ってひざまずいて字の中で書いた。もういろんな、何を書いたかといろんな人がいろんなことを言うんですけど、けど考えたのは彼らですね。でそこでみんなその石を持ちながら、石を落ちて、みんながそれぞれの言った。でイエス様が一番大切なことはこの女の言葉ですね。もうあなたの責める人はどこですか。本当責めるのはイエス様ですね。責められるのはイエス様ですね。で君も私も責めません、二度と罪を犯さないでと言ったんですね。だからそのやはりぜひ福音書がこれから読むとね、時々イエス様ストレート言う時もあるけど、時々もっとその人を考えるようにすることが多いです。やっぱりその人の、成熟のレベルで、はい、ごめんなさい答えがぐちゃぐちゃ、はい、理解できたので、本質的なことが分かったので、はい、ありがとうございます、はい、なんかその多分予言、そのむしろパリサイ人に対してはイエス様は目をあえてくらまさせたっていう予言書に書いてあるところが成就していて、その回収に対しては世界の元へが据えられるところから隠されていたものを彼らに示すために例えで話されてたり、なんか相手によって考えさせたり、こうむしろくらませたり直接教えたりとか、でも心を見てるっていうか、そういうところが本質だなっていうのがちょっと確認したかったので、はい、はい、ありがとうございました。だからそれ今言ってることアーメンですね。やっぱりケースバイケース、いつもそう考えてください。私どっちというと多分大学生物の先生になっていったんですね。箱を作るの好きです。箱というのはいろんな種類、こうですこうですこうです。で神様いつも英語の表現 out of the box、 ボックスからすぐ離れて、だからその気をつけるんですね。 Everybody is different。 だからみんなに、ある人その質問の方法、まあ、時々もうただやめなさい、危ないだったらね、今日やめなさいと言うべきですね、という時もあるんですね。まあそれがリーダーシップの、なんていう、御霊から一つの知恵の賜物ですね。リーダーシップの賜物で経験あればあるほど、だからこれで終わるんですね。なるべく一人でしないで、誰かと一緒にやってるとすごい助けになりますね。はい、まあどんな質問があっても昼でも私聞きに来てくださいと。で明日もデボーションと一緒にやって、その後で一緒に祈りの時間をしたいと思ってますので、まあ教えること山ほどあるけど今日ここでいいですね。リーダーシップとディサイプルシップと、やはりこのビジョンとか、ビジョンと価値観、その3つの実際的な教え、よかったなと思いました。卒業する人手を挙げてください。ちょっと見たいね。はい、ここにいますね。はい、じゃあ明日よろしくお願いします。